ハゼの木は、ウルシカウルシ族の落葉書を高木。単にハゼとも言う。別名に、琉球ハゼ、ロウの木、トウハゼなど。果実は、薩摩の実とも呼ばれる。東南アジアから東アジアの温暖な地域に自生する。日本には、果実から木炉を採取する資源作物として、江戸時代頃に琉球王国から持ち込まれ、それまで、 木狼の主原料であった漆の果実を駆逐した。古い時代には現在の山漆や山ハゼといった日本に自生する漆化の樹木のいくつかをハゼと称していた。漆ほどではないがかぶれることもあるので注意が必要。ハゼの木果実を食べるキツツキの仲間のコゲラ。日本では本州の関東地方南部伊勢、四国、九州、沖縄、小笠原諸島のほか 朝鮮半島南西沖のチェジュ島、台湾、中国、東南アジアに分布する。団地の海に近い地方に多く分布し、山野に生え、植栽もされている。日本の山野に自生しているものは、かつて果実から老を取るために栽培していたものが、それが野生化したものが多いとも言われる。明るい場所を好む性質があり、街中の道端に生えてくることもある。 私有一種の落葉鉱木で樹鉱は7から10メートルほどになる。樹皮は肺褐色から暗石色で縦に裂けてやや網目状の模様になる。一年枝は無毛で太く縦に裂ける皮目がある。葉は奇数上状複葉で9から15枚の小葉からなる。小葉は少し厚くて細長く長さ5から12センチメートルの筆芯型で先端が尖る。 商用の縁は、虚子はついていない。表面は濃い緑色で光沢があるが、裏面は白っぽい。表裏ともに毛がない点で、日本に古来自生する山マハへと区別できる。端くは少し赤みを帯びることがある。秋には、ウルシか特有の美しい、真っ赤な色に紅葉する。花季は5から6月。花は、葉の付け根から伸びた、円水果樹で、 枝先に黄緑色の小さな花を咲かせる。尾花、芽花ともに花びらは5枚。尾花には5本のおしべがある。めしべは3つに分かれている。秋に直径5から15ミリメートルほどの扁平な球形の果実が熟す。果実の表面は光沢があり無毛。未熟果実は緑色であり、熟すと紅白色から泡褐色になる。中華比は荒い繊維質で、 その間にこういう点の脂肪を含んだ下流が充満している。冬になるとカラスやキツツキなどの鳥類が高カロリーの餌として好んで摂取し、種子散布に寄与する。角は飴色で強い光沢があり、俗にキツネの小判もしくはネズミの小判と呼ばれる。糖芽は個性し、蝶芽は塩水状で肉厚な3から五枚のガリンに包まれており、即芽の方は 小さな休憩である。落葉後の葉根は心形や半円形で、遺憾タバコンが多数見える。個人差はあるものの、樹皮や歯に触れても普通はかぶれを起こさないが、早枝を傷つけると出てくる白い樹液が肌に触れると、ひどくかぶれを起こす。また、枝や葉を燃やした時に出る煙でもかぶれることがある。果実を蒸して圧搾して採取される、こういう点の脂肪。 つまり木狼は、和狼則、座薬や、南高の機材、ポマード、石鹸、クレヨン、化粧品などの原料として利用される。日本では、江戸時代に、西日本の諸藩で木狼を取る目的で盛んに、栽培された。また、江戸時代中期以前は時として、悪抜き後焼いて食すほか、すりつぶしてこね、ハゼ餅として加工されるなど、休耕食物としての利用もあった。現在も、 食品の表面に光沢をつけるために利用される例がある。20世紀に入り安価で大量生産可能な合成ワックスにより生産が低下したが、近年合成ワックスにはない粘りや自然品の見直し機運などから需要が増えてきている。木材は漆と同様新材が鮮やかな黄色で工芸品、細工物、数弓、ハゼ染めなどに使われる。ハゼ染めは ハゼノキの黄色い芯材の煎じたシルトアクで染めた深い、暖かみのある黄色である。日本の天皇が儀式に着用する恥染め語法の色素原料で、恥染めは、ハゼノキの黄色い舌染めに、巣王、またはシ根を上掛けした、高褐色である。美しい黄緑色の木炉が採取でき、優点が高いため、和老遅の上掛け老として利用される。 和歌山県海藻群君の長原産春芽吹く様子通常ハゼに含まれる老分は20%程度であるがこのハゼの実に占める老分は30から35%と圧倒的に高いため採取効率が最も良いとされる長崎県島原資源産美しい黄緑色の木炉を採取することができる福岡県久留米資源産 生き地ハゼの育種母材。松山ハゼから品種改良されたもの。福岡県小郡市が育成地。育成者は内山生き地。他のハゼに比べて、革年結果の差が小さいため、毎年安定的に採取できる利点を持つ。現在、九州地方にある木楼に利用される多くは、この生き地ハゼである。主産地は、熊本県水俣市。 愛媛県の有料品種江戸時代に、長州藩で牢を採集されていたハゼの木、日本への虎来は、安土桃山時代末の1591年に、筑前の貿易商人、神谷宗丹や姉妹宗室らによって、中国南部から種子が輸入され、当時需要が高まりつつあった牢足の牢を採集する、目的で栽培されたのが、始まりとされる。江戸時代は、 藩生の財政を支える木狼の資源植物として、西日本の各藩で盛んに栽培された。その後、江戸時代中期に入って、中国から琉球王国を経由して、薩摩藩でも栽培が本格的に広まった。薩摩藩は、幕末開国後の1867年、パリ万国博覧会にはこのハゼの木から取った木狼を出品している。広島藩では、 1700年代後半から、半遊林を受け山として貸し出し、商人らがハゼの木を漆の木と共に大規模に植林、生老を行っていた記録が残る。今日の本州の産地に見られるハゼの木は、この老の採取の目的で栽培されたものの一部が野生化したものと見られている。俳句の世界では秋に美しく紅葉するハゼの木を、ハゼ紅葉と呼び秋の季語としている。 ハゼの実も秋の季語である。福岡県久留米市の柳坂曽根では、久留米藩が老採取のため植えたハゼの木が 1.2km に渡って並木道を成している。紅葉の名所として11月には柳坂ハゼ祭りが開かれ、和老くやハゼの花から取った蜂蜜が販売される。ありがとうございます。